皆さんこんにちは、リコです。コロナ禍で生活が困窮している住民税非課税世帯への10万円給付について、本編は昨日のコメント返しの続きとして、生活保護世帯について内閣府の回答をもとにお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。それでは早速、コメント返しから見ていきましょう。 おとといの動画にて、こちらのコメントに返信させてもらい、令和3年は非課税ではなかったけれど、昨年の8月に生活保護を受けた人は給付対象になるのかという質問に対して、現在生活保護であっても、基準日時点にて非課税世帯ではないので、住民税非課税世帯では給付対象外とお伝えしました。しかし、この場合であれば、家計急変世帯としての申請ができるともお伝えしました。 そして再びコメントしていただき、市役所では同じように支給なしでした。しかしその後、内閣府に問い合わせてみると担当者はダメでしたが、再度尋ねると上の者に聞いてくると言い,い、戻ってくると給付対象になりますと言われました。生活保護になると、その時点で非課税世帯になりますので、税金請求はありませんということでした。この方の場合、各自治体内閣府の担当者、いずれも給付対象外と言われましたが、内閣府の上の方に聞いてもらい、 今度は給付対象とと言われたというこ,とでしたこの件について根本にあるのがまず臨時特別給付金について国が予算や制度概要を出しそれをもとに描く自治体が条件や書類の様式上乗せ給付など独自の判断で決めることができるということです基本的には国の制度に基づいて10万円を支給する自治体が多いですがある自治体では独自の上乗せでプラス2万円 ある自治体では国が定める範囲では給付が受けられないワーキングプア層へも届くように世帯所得合計が200万円以下の課税世帯も対象としていたりなど様々な自治体があります。 そこでもう一度内閣府のコールセンターへ問い合わせをしてみました。令和3年は課税ですが、令和3年8月から生活保護を受けている場合は給付対象になりますかと尋ねたところ、そういうケースの場合は家計急変世帯での申請により給付は可能ですと、前回問い合わせした時と同様の回答でした。 続いて、先ほどのケースにおいて、自治体に聞いたら給付対象外と言われ、内閣府の方は給付対象と言われましたが、最終的な判断はやはり自治体ということですかと尋ねたところ、そういうことになりますとの回答でした。 やはり以前からお伝えしている通り、最終判断は自治体ということになります。先ほどのケースの方は、非課税世帯では給付対象外でも、家計急変世帯として申請すれば給付対象になる場合もあります。お住まいの自治体の判断がどうなっているのか、いま一度確認してみるのもいいと思います。 続いてのコメントです。本当にソフトな声で喋りに知性が伺えますね。チャンネル登録させてもらいました。ある政党の生活保護ケースワーカー歴11年の市会議員が YouTuber で回答しているのですが、12月10日時点で生活不条を受けていると支給対象と言っていますが、わからなくなりました。説明で混乱させている内閣府と自治体、半分諦め始めました。とのコメントです。

の収入があるのにもかかわらずですということです基準日時点で生活保護受給者であれば ok なのか NG であれば家計給編世帯として申請できるのかやはりお住まいの自治体と相談した方がいいと思います続いてこんばんは離婚一両親臨時給付金のことを詳しく教えてもらえませんかというコメントに対してコメントありがとうございます2月9日時点ですが離婚後の一両親給付金について支給基準日発表というこちらの動画を配信しております 2月10日に実際に自治体に問い合わせてみたのですが問い合わせた自治体では詳細が決まっておらず申請方法や申請書類などがわからない状態でしたなのでお住まいの自治体へ最新情報を確認することをお勧めいたします最後のコメントです 最後の方のケースは、住民税非課税世帯ではなく、住民税が免除になったケースですね。ちなみに最後の方のケースというのは、先ほどのこの方のケースです。ただ、12月10日時点で、住民税非課税となっているので、解釈によって非課税世帯になります。自治体の解釈次第で給付されるかされないかが決まるということなので、これは法定受託事務ではなく、自治事務なのだと思います。18歳以下の10万円給付も自治事務でした。 自治事務では法律で縛られていないので自治体が独自にルールを決めて給付を行うことができます。制度を自治体独自の判断で変えることができるということです。なのでリコさんが調べても自治体によってバラバラになると思います。内閣府は新卒の学生は給付対象外としていますが自治体の判断で給付することもできます。最後の質問者様が給付されるかどうかは自治体次第ですね。 給付される場合は12月10日時点で生活保護を受けている方すべてに確認書を送るようになると思いますよというコメントでした。コメントありがとうございます。この方のおっしゃる通り最終的には自治体次第なんですよね。その自治体が令和3年課税であっても基準日にて生活保護であれば支給対象ということで生活保護を受けている方に確認書が送付されますよね。例えば自分の住んでいる市は給付対象外となっていてすぐそこの隣の市は給付 不対象となっていたらなんだか負に落ちない感じはしますよねしかしそこは従うしかないということなんですよねですが先ほどのケースの方は家計給返世帯での申請での給付の可能性もありますのでまずは市役所に相談し給付されることが願っております ここまでいただいたコメントにお答えしてまいりました。今回もコールセンターへ問い合わせをしましたが、やはり最終的な判断は自治体ということでしたね。内閣府、自治体、双方の意見が一致していないと不安になることもたくさんありますし、自治体の中でもかなり忙しい中で、もしかしたら人によって言ってることが違うなどあるかもしれません。しかし、いかなる場合でも自治体次第なので、問題や不安なことがあったら納得いくまでお住まいの自治体へ相談しましょう。 そして皆さんいつもコメントや高評価本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。ぜひ他の動画もチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。